こんにちは、吉巻でございます。ということで今回はですね、まあちょっとこれ本の紹介ではないんですけど、まあ、今私がちょっとチャレンジしているものの紹介をします。じゃーん、文学界の新人賞128回原稿募集ということで、皆さんもよかったら応募してください。締め切りはですね、2022年9月30日当日消し有効で、ネットでウェブで送るんだったら当日の深夜12時までが有効です。でそれ、まあ、様式、その書式に当てはめて送るんですけど、だから実際問題手にオファーとか段落替えとかいろいろあるので、まあ最低でも1週間ぐらい前にはそこの様式に当てはめてプリントアウトして、後日後日確かめてみないとダメと思いますけど、原稿用紙の枚数は70枚から150枚ということになってますね。で審査員は青山先生とね、それから阿部先生とね、それから金原先生と、確かヘビリピアスとかっていうので芥川賞取った先生ですね、この人ね。それからですね、パッパッパッパ見ていきますけど、からこの有名な先生ですね、これ中村先生、この方も有名な先生です。非常に評価が高い先生です、この人は、ね、それから村田先生、まあ女性に主にね、あの女性には特に抜群の人気のある先生だと思います。名前はよく聞きます。私は読んだこと一回もないですけど、ですね、今述べました先生方がですね、ありがたいことに見ていただけるということです。まあ、最終選考まで行けば、部内回覧が終わって最終選考まで行けばね、だから3時かな、1時、2時、3時まで行けば、2時が部内回覧かな、3時が部内回覧かよく分かりませんけど、部内回覧した後5、6作は読んでいただけると思います。で、歴代の受賞者とここに書いてあるんですけど、ちょっとこのところにね、読んでみますと、文学界でデビューされた方、石原慎太郎、丸山健二大先生、私の大好きな松浦理恵子先生から、私の、まあ、あの主な人だけ言いますよ、私 の、 あの読んだことある人、あの読んだことある人だけ、凪啓士先生、これ医者の先生ですね。それから吉田修一先生、から吉村万一先生とか、いろいろ各先生が載っています。ということで、まあ偶像の方はね、村上龍先生とかはね、なんですけど、私はまあ、あと2年前の偶像落ちちゃったんで、もう偶像2回連続落ちちゃったんで、予選落ち、予選にも引っかからずに、でもちょっと今度文学界に行こうと思いました、しました。で各先生のですね、セリフを読んでみます。激励の言葉を読んでみます。まずこの青山先生ね、青山先生、言葉では言えそうにないことを言葉でしか表せないものに変えるのが小説だと思いますと、それ以外はどんな言い換えも聞かない、あらゆる表現の可能性をかいくぐったタフな小説を読ませてくださいというふうになってますね。言葉を吟味しなさいよと、しっかりとね、そこの言葉しか当てはまらない言葉がありますよと。私は一番感心した言葉遣いは、まあ、丸山健先生もそうなんですけど、まあ、あの吉本バナナ先生っていうのがいて、その人が、なんかキッチンだったかなんか、なんかの時に、なんか頼まれた通った時に、女の主人公が、なんか女の主人公が頼んだんですよね。で、相手がうんって言ってやってくれた時に、その人が片付けないんです。片付けないって言ったんですよ。これはね、この人の、その女の主人公の性格を表している言葉で、その、なんかやってもらって片付けない。その人の、まあ、なんていうかな、その、優雅さというか、
律儀さというか朴とさというかウィットに飛んでるというか真面目さみたいなのものをね、これはこの言葉しかないなと、ありがとうではダメなんですよ、やっぱそこは、うん、そこはやっぱ作家ってのはすごい敏感なんで、プロの作家はね、うん、この阿部先生の言葉を読みます。阿部先生ね、選考に際してはまず作品の指向性を読み取り、その難易度や達成度を測りつつ各作を比較します。独自性や新規性や革新性を歓迎しますが、それは伝統性を直ちに対英的とみなすことの表明ではありません。娯楽性を軽視することもないでしょう。いずれにせよ完成度や指向性の高低により評価は定まりますということですね。なんかすごい難しいことを書いてみます。私にはちょっと分かり、ちょっと理解できなかった。この先生ですね、この金田先生ね、短い一文で何でもいいよと、そして書けたら送ってみてという素晴らしいことが、この金原先生の言葉で載ってます。さすがいい先生というか、私にとってはちょっとあれになりました。この中村先生ね、中村先生、現代の文学シーンでデビューするにはどうすればいいかとか、そんなことを考える必要はありませんと。ただあなたの文学を全力で小説に込めればいいです。シーンなどはあなたが変えてしまえばいい。お待ちしていますという、そういう素晴らしいメッセージ。私はまあとにかく変態的な、ド変態的なですね、変人の文章なんで、内容も、うちの、親に読ませた時、父親に読ませた時にね、吉松を、お前ねって、これは狂人、狂った人間が書いた作品だよって私が言われたことがあったんですけど、それ以来親父に見せずに、親父はまあちょっとね今あれなんですけど、ですね、次いきましょう。この村田先生かな、はい、村田沙耶香先生ね、この先生ね、小説家とは職業ではなく人間の状態なのではないかと尊敬する方がおっしゃっていたことがありますと。その状態でしか生み出せない新しい言葉にたくさん出会えるよう願っています。同じ書く生き物として未知の小説を読むのを楽しみにしています。大変は上品な愛情にこもったような、なんかそういう愛情というか、こう何かな、気を使っていただいたわけですね、文学界新人賞でですね。私はですね、去年の10月に、去年の群像を出した後にすぐに書き始めてですね、今はまあこれちょっと数、ちょっと枚数が少ないですけど、それにしてはこんな感じで書いてます。この薄い、たったこれだけ、たったこれだけしか書いてませんけど、今のところ私筆が遅いので、たったこんだけ、うん、だから6ヶ月でたったこんだけ、半年でね、うん、だいたい400字詰め原稿用紙でこれ85、6枚ですね、うん、昨日の時点、あ、昨日の時点、今から2週間前で、今はもうそこからさらに書いてますから、まあ90、100枚近くいってるかな、90枚は超えてると思います。90何枚ですね、今の時点では。で、140枚、150枚なんで、これ、うん。で、あと半年で、この枚数ではちょっと足らないわけです。だから、9月までの間に、もっと気合い入れて、1日5枚から、まあ、7、8枚は書きたいとは思ってるんですけど、だいたいいかんせん、だいたい書いて3枚ですよ。午前中に2枚書いて、午後から 1.5 枚ぐらい書いてもね。それ以上書くと、頭がぼーっとしてしまって、とても書けないですよ。やっぱり、今の私の、まあ、言い訳するようですけど、ということで、まあ、規定の最低のねラインの70枚は超えました。ただしやっぱり90、100、120枚ぐらい書いてできたら遂行するとそれが結構減っちゃうんで、まあやっぱりそうしたら100、70、80枚書いて、
140、135ぐらいまでに削って削って削って遂行して落としていくっていうのがいいかなと思います。はい、あの別に枚数買わなくても勝負は関係ないみたいな感じです。あの70何枚で通った人がいて、その人後にそれで結構いい賞、また結構売れましたからね。70何枚でも通るんですよこれ。70枚か150枚でその方の、まあ、大体の力量を見るというそんな程度の枚数なんで、そのこれがどうのこうのってことはないみたいな感じです。枚数が例えば70枚だちょっとだからダメとか、こう点数差がとかっていうこともないというようなことを聞きました。聞いたというか、なんかそんなようなことが確かどっかで人の話かな、だからあんまり信用できないかもわからんですけど、確かそんなようなことでした。私はだからそういうふうに思ってます。はい、私が一次選考を通った作品もですね、群像で結構枚数少ない作品でしたから関係ないと思ってます、その辺は。はい、どっちみち150枚では本にならないので、本はやっぱりプラス何か今まで書いてきたものを足したりとか、そういうことをする必要があったり、あるいは新しく書いて本にするという感じになるしかないのでね、本にもしするんだら、はい、新人賞取ってからだから、まあやっぱりとりあえず私は行こうと思います、そういう考えで。はい、ではまた皆さん次回またお会いしましょう。